おはようございますランドチャンネルですこちらのチャンネルでは音響照明映像機材などを取り上げています興味のある方は是非チャンネル登録や高評価などもよろしくお願いしますこちらマオノさんの PD100 というダイナミックマイクをご提供いただいたのでこちらの方をレビューしていきたいと思いますで実際に使ってみると音質の方もすごくいいなという 感じだったので、まあ、ぜひですねこの配信される方ライブ配信される方あとますまずはですねこちらの商品の概要の説明とそして実際のこの音質というのを聞いていただいたりとかあとはこのダイナミックマイクの定番ですね SUA の SM585% との音質の比較だったりっていうのを聞いていただこうと思います。 まずですねこちらの商品なんですけども箱の中にはこちら本体まずはこういう状態で入ってますこちらとあとここのですね部分の延長用のこのポールが入ってますそしてあとは XLR のキャノンケーブルですねこちらが大体2メートルくらいだと思うんですけどもこちらも入ってますコネクターはノイトリックタイプの コネクタになっててましてここをですね回せばパカッとちゃんと取れるようになってますので、まあ、ちょっとケーブルが不調になった場合は開けてまたハンダ付けし直したりとかそういった修理もできるかなと思います。であとはですね、えー、と説明書ということで一応この中日本語も書かれた説明書も入ってます。ままずははここちちらら本体ですねこちらは片方にネジががいてましてしマイクが 角度がこのように調整ができるようになっています台のところは結構ずっしりと重たい感じになってますので、まあ、少々のことでは倒れないかなと思います通常はこのスタンドの高さはですねだいたい10センチくらいなんですけれども、えー、これがだいたい6センチくらいですかねこちらを取り付けることによってまあ、こんな感じで、まあ、机に置いたときに、えー、まあちょっと口元に近づくぐらいの高さまで上げることができますで本体は 金属製の、えー、筐体となっててまして結構頑丈なイメージですねそして、えー、この中にはですね、まあ、この金属製のグリルとあとは中にポップフィルター、まあ、風防と呼ばれる、まあ、スポンジタイプのようなやつだと思うんですけども、まあ、そちらが内蔵されているのでパピプペポみたいな、えー、ポップノイズだったりとか、えー、そういったのを軽減することができるようになっていますそして、えー、裏側なんですけどもこちらまあキャノン端子がついてまして先ほどのキャノンケーブルで ミキサーだったりにつなぐことができるういうタイプのマイクでですねキャノン端子が付いているのは結構珍しいかなと思うんですけれども配信用のマイクとかだとですね例えば USB 接続だったりとか標準フォンだったりとかあとはミニステだったりとかっていう接続の方法があると思うんですけれども USB タイプだとちょっとこう接続で不具合が起きたりする時もたまにありますしやっぱり標準フォンだったりとか 特にミニステとかになるとコネクタ部分がちょっとなんか甘くなったりしてノイズが乗ったりとかっていうこともあるかなと思います XLR ケーブルで接続することによって安定した音質でですね収録をしたりすることができますやっぱりキャノン端子で接続するということはなんかちょっとこう安心感があるのでその点はすごくいいなと思います実際に使う時にはこのキャノンケーブルをミキサーに挿して でマイクの裏側のここにケーブルを刺します。準備はです、ね、こちらで完了となりますちなみにですねこちら下の台座から外すとこんな感じで穴が開いてるんですけども大きい方が八分の5インチネジそしてこの中の方が8分の3インチネジとなってまして。 例えばこういったマイクスタンドのこれが8分の3インチネジなのでこちらのこのワッシャーをまず外しましてそしてこの部分にただですねあまりこう奥までネジが入らないので取り扱いにはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。この259についているここのブームですねここのブームの1段目の。 ここであればここはしっかり中まで、えー、とねじ込むことができますので、えー、まあ、ブームスタンドで使う場合は、えー、こちらのタイプのブームを使う方がいいかもしれません、えー、台座の裏にはですねこのようにゴムがついてるんですけどもまあ、ショックを受け止めるというよりは、えー、滑り止め程度と考えた方がいいかもしれません<ウ>それではあとはマイクの性能についてですね、えー、見ていこうと思います 比較対象としてはダイナミックマイクでまあ一番有名なマイクといっても過言ではないんですけどもえこの手話の SM5%、えー、こちらのデータと照らし合わせていこうと思いますえまずですねえまあ両方ともダイナミックマイクというところとカーディオイド型の単一指向性というところはえ共通点であります周波数特性に関してえこちら PD100 はえこちらが 60Hz から 15kHz ちなみにこの5%は 五十ヘルツから十五キロヘルツとなってまして。まあ、この数字だけで言うと。えー、まあ、こちらの方がちょっとロー寄りという風なイメージです。えー、で、あと入力感度ですね。P. D. 百の方は、ええー、マイナス五十四。プラマイ、ええー、三 D. B. となってます。えー、ちなみに5、五パーの方が、ええー、マイナス五十四点五 D. B. となってますので。えー、まあ、ほぼ変わらないんですけども。まあ、やっぱり、このプラスマイナス、ええー、三デシベル。 というのはやっぱり業務用のマイクと比べてちょっとそこら辺安定感はないかなというところではあるんですけどもそれがどのくらいですね影響するかというのはまた後ほど試していこうと思います。そして出力インピーダンスということでこちら PD100 の方は6 0 0オーム s m 5パーの方は3 0 0オームとなってまして6 0 0オームっていうのは一時期 ちょっと前のダイナミックマイクの標準的な出力インピーダンスとなってまして、まあ、これがこちらーと比べてどれくらい変わるかというのもまた後ほど聞いていただきたいなと思います。そして SPL 音圧レベルはこちら PD100 の方が 132dB となってます。ちなみにこの手話のーに関しては記載というのは特にないんですけれども手話のホームページで書かれてあったんですけれども実際に計測をしてみたところ 実際は150から160 5%のこのお湧きレベルに関してはですねちょっともう無敵なところもちょっと若干感じられるところではあるんですけれどもこの PD100 の方も132デシベルということでこちらはかなり大音量でも対応できるというふうに考えていいかなと思います。 それでは実際にこちら、マオノの,の PD100 の実際の音というのを聞いていただこうと思います。はい、えー、どうでしょう、今、ですね口から10センチぐらいですか、ね、離してして喋っているんですけども、いかがでしょうか、喋っている音量としては、えー、普段喋っている音量と大体一緒ぐらいですね。はっはっはっはい、えー、こんな感じですね。えー、パピープーペーポー、えー、どううでしょう ポップノイズなんかいかがでしょうあとはですね、し、え、ゃ、ー、喋ってるちょっと口の音だったりとか、えー、そういったところはいかがでしょうか結構音は拾ってるような気がします。それからですね、こちらのマイクは、この筒の先に向かっての指向性になってますので、まあ、横から喋るんではなくて、このように正面から筒に向かってしゃべるようなイメージです。 今ちょっとお昼でちょっと機械が動いてたりとかするのでもしかしたらそういったノイズっていうのも若干拾っているかもしれないんですけれどもいかがでしょう今ですねこのミキサーのモニターをしている状況なんですけれども実際聞いた感じ結構音を拾ってましてどちらかというとそうですねちょっと57にちょっと近い感じかなというふうなイメージです ちなみにもうちょっと近づいて喋ってみます。テストです。えー、ワン、ツー、はッハッ。は、はいえーまあ近づくと近接効果でちょっと低音が持ち上がるんですけれども、えー、これはこれでいい感じですね、えー。音質的にはラジオから聞こえてくるような音質と言っていいかなと思います。まあ、ただ近づく分ですね、えー、ポップノイズだったりとか、あとは まあこの唾液音というか、えー、口の開く音だったりとかっていうのが目立ってくるかなと思います。まあ、もしですね、えー、そういったのが気になる場合は、えー、まあこのようなポップガードっていうのをやっぱり使うといいかなと思います。こんな感じで、えー、ポップガードをつけてみました。これで、えー、先ほどぐらいの感じで近づいて喋ってみてくださいます、えー。テステス、ワンツー、ワンツー、ツーえー、テステス、パピープペポ。 えー、テステスワンツーチェックですえー、っとどうでしょう、えー、PD100 ですね、えー、まあ、ポップカードをつけるとかなり破裂音っていうのは少なくなった気がします音質はですね本当に FM から聞こえてくるような、えー、ラジオ DJ のような感じで聞こえてて、えーまあ、自分の声がなんかこうかっこよく聞こえている気がします、うん、なんかこうやってしゃべるのもなんかちょっと新鮮ですね、まあ、こうやって 映像をモニターしてるとあのロビン・ウィリアムスが出てたグッド・モーニング・ベトナムをですねなんかちょっと彷彿させるようなちょっと絵になってるんですけどもちなみにあれは、えー、っと手話の多分、えー、55SH ですかね、えー、が使われてたと思うんですけどもなんかこうやってしゃべるのですねなんかちょっとこう憧れますよね卓上スタンドはやっぱりですねこうちょっとこう動いた机の音だったりとかに反応しちゃうので、まあ、やっぱりそういった意味ではですね、えーまあ、マイクアームなんかを使って でえー、した方がやっぱりいいかなという感じはしますね。まあ特にやっぱり配信される方なんかはそちらの方がいいような気がします。それでは次にですね、P.D. 百とあとシュワの S.M. 五パこちらでちょっとキく比べをしてみたいと思います。まあこちらのミキサーではまあゲインも一緒ぐらい、あとまあ E.Q. に関してはフラットな状態にしてます。 まずはですねゴッパーの方から喋っていきたいと思いますえですワンツーワンツーは。ハッゴッパ、えーですゴッパーです、えー、結構ですね今近くで喋っている感じですねで、えー、声の音量としては、まあ、そんなに大きくなくいつもどりぐらいの音量で喋、えー、っている感じです、えー、まあローもすっきりした感じで、えー、ハイもしっかり拾えている感じで、えー、ポップノイズとかっていうのも気にならないぐらい ですね。では次に、えー、こちらマオノのピディ百こちらで喋っていこうと思います。ですです。ワンツーワンツーいかがでしょうか。えー、結構ゴッパーと同じくらいの近い距離で喋っています、えー。まあ入力感度違ったんですけれども、えー、聞いた感じの音量だったりとかっていうのはあまり変わらないぐらいかなと感じます。 まあ音質に関してはまあダイナミックマイクなのでまあちょっと太い感じかなというイメージはあるんですけどもえ割とえハイの方もしっかり聞こえていて若干コンデンサーマイクのような雰囲気もあるかなと感じます。まあ、どちらかというと,えっと感度がこちらの方がなんかこういい感じでえ細かい音まで拾ってるという風なイメージですね。ではですねちょっと先ほど1 0センチぐらい離した感じで喋っていこうと思います。 今こちら5%ですね。1 0ンチくらい離した状態で喋っています。テステス、いかがでしょうかテステス、ワンツーではです、ね、ワンツー、ハッ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 ハはハッハッハッこちらッハッハッハッらッハ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 いハッハッハでハッ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 はッハハッ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 ハハハハ どううでしょパ、えーとあとこちらの PD100 ですね聴、えー、き比べていかがだったでしょうか両方ですね、まあ、それぞれなんかいいなと思う点はあるんですけれども、まあ、やっぱりパーはですね、まあ、オールマイティに使えるマイクとして、まあ、ローから、えー、ミッドハイと、えーまあ、平均的にですね、えー、聞こえている感じがあったと思いますでこちら PD100 に関しては、まあ、やっぱりあのスペック上もあったんですけれどもちょっとだけ、えー、ロー寄りのお周波数帯域になっているので まあ近づいた時は特にそうだったんですけども「ローの方が割としっかり出てるなというふうな印象があってまあ逆に「ロう」が出てる分なんかこう声がちょっとリッチに聞こえるというかいい声みたいな感じで聞こえてくるんじゃないかなと思いますこちらのマイクの用途としてはですねライブ配信とかをされる方だったりとかあとゲーム配信をされる方ですねえそういった方にはやっぱり最適じゃないかなと思います特にまオーディオインターフェースでえーまあキャノンの入力があって アームスタンドをおお持ちちのの方はでですすね、まあ、こちらのマイクかなりおすすめですスカスカな音だったりとかあとは逆にこうローが強かったりとかなんかハイがすごくキンキンになってちょっと耳障りだったりとかっていうマイクも結構多いと思うんですけれどもこちらのマイクはですねかなりそこの辺のバランスも取れててキャノン入力ということでノイズだったりとかにも強いので。 電子機器が周りにある環境ではですねこういった感じのバランス接続の XLR での接続っていうのはとても有利だと思いますのでノイイズのの対策ととしてもこちらのマイクは優秀じゃなないいかなと思いますあとはもちろんですね卓録ということで家の中で弾き語りとかボーカル収録をしたいという方にもおすすめだと思いますし やはりその時には先ほどやってたようにポップガードもつけて録音された方がよりですね音質的にはいいと思いますのでぜひですねそういった方法も試してみてはいかがでしょうか。点贅沢を言うとっていうのがやっぱりですねちょっとこう中の接触が悪かったりしてちょっとノイズがのったりとかそういう時ももしかしたら出てくるかもしれないので。 まあ自分でえっとそこの辺修理できるところはですねまあ修理していきたいなと思ってますのでえまあそういった感じでででちちょょっっととともえ分解できたらちょっと嬉しいいなとは思いますあとはまあやっぱりこう PA の中でちょっと使ってみたいなという気もあるんですけれどもまあ使ってみたい場所としてはまあ例えばですけどまドラムボーカルで使う場合にちょっと見にくいんですけどこのスタンドにつけてえこうくるようにして。 ドラムボーカルとして使ったりとかあとはその例えばピアノのマイクとして入れてみたりとかそういった感じも面白いかなと思うのでいつかちょっと使ってみたいなと思ってます。ということでこちら m a o さんの XLR ダイイナミックマイクマ PD100 をご紹介ししてみました、まあ、ランズチャンネルあまりこうライブ配信することってないんですけどももしライブ配信する時にはですね こちらのマイク、使ってみたいなと思います。こちらのマイクですね、アマゾンの方で、通常だと6,980円というところで、ランチャンネルの方を見ていただいた方には、概要欄の方にクーポンコードありますので、そちらを使っていただくと、少し安く購入できるので、ぜひですね、概要欄の方もご覧いただければなと思います。ご質問などありましたらですね、ぜひコメント欄の方にお寄せください。それでは、ご視聴ありがとうございました。次の動画もご覧ください。